ルードビヒ・ライヒハルト・フリードリヒ・ビルヘルム・ルードビヒ。ライヒハルトは、ドイツの探検家、動物学者、植物学者、地質学者。当時のトレバチ、現在のタウヘの行政区画をルツタイルの一つである、ザブロートに生まれ、おそらくは、オーストラリア大陸中央部で没したものと、考えられている。ライヒハルトは、1842年に、オーストラリアに渡り、 まだよく知られていなかった当地の植物症、動物症、地質の研究に専念した。1840年代当時、オーストラリア大陸の内陸部は、まだ探検されていないままであった。後のビクトリア植民地を含むニューサウスワイールズは広く、範囲や、後のクイーンズランド植民地のブリスベンまでの沿岸地域、また、南オーストラリアや、西オーストラリアのピルバラ一帯を北限とする。 海岸沿いの限られた地域では開発が始まっていた。タスマニアはすでに植民地となっていた。オーストラリア大陸の北海岸では入植地などはないも同然で、カロージテポートエシントンの軍事基地などがある程度だった。ライヒハルトは3時にわたる探検を実施した。1845年から1844年にかけての最初の遠征では、クイーンズランドを 初めて陸路で横断し、ノーザンテリトリーのポートエシングトンの先にまで到達することに成功した。新たに発見された地域について、気候や気象、植物症や動物症、先住民アボリジニなどについて、以降の探検や入植に資する内容を広く日記に記述した。1846年から1847年にかけての2回目の遠征では、 オーストラリア東部から西オーストラリアのスワン川まで達することを目指したが出発から5ヶ月を経てこの目標は断念された。1848年にこの試みに再挑戦したライヒハルトと彼の遠征隊はアウトバックで消息を絶った。ライヒハルトはオーストラリアでは歴史で扱われるためによく知られているがドイツではさほど広く知られているわけではない。 ルートビヒ・ライヒハルトは1813年10月23日に9人兄弟の第6子として生まれた。父クリスティアン・ヒエロニムス・マティアス・ライヒハルトはデータンの検査官だった。一家はかつてロイク・ハルトと表記されたハルツ山地の金傍の出身であった。ルートビヒの父は1778年8月12日に 当時のプロイセン王国のハルベルシタット地方のシャーデレイベンに生まれた。母、シャルロッテ・ライヒハルトは旧姓をシュトレーロフと言った。一家は比較的恵まれた生活を送っていた。少年期のルートビヒは巨弱な体質であったが、厳しく体を鍛えられた。学校では優秀な生徒の一人だった。ルートビヒの名親であったザウエのレーデニウス牧師はルートビヒを抜擢し、 自分で費用を出してコトブスのギムナジウムに送った。ギムナジウム時代のルート美ヒは熱心な体操選手だった。卒業の後、彼は家に戻って公務員になることを考えた。しかし、ベルリンで哲学を勉強することを決意する。1833年にはゲッティンゲン大学に移り、実践哲学、宗教史、言語学を学び、さらに博物学、植物学、 刑事上学、物理学を学んだ。ウィリアム・ニコルソンとその弟ジョンと知り合い、1837年に彼らと共にイングランドへ渡った。彼はロンドンやパリの国立自然史博物館で学んだ。結局、ライヒハルトは大学を卒業しなかった。1838年5月、彼はロンドンのプロイセン領事にパスポートを申請したが、 徴兵の対象となっていたため申請を拒まれた。ライヒハルトは即座に帰国しなければならなくなった。彼はこれに抵抗し、ニコルソン家の助けを借りて、イギリスのパスポートを手に入れた。これによって、彼はプロイセンから敵前逃亡をしたとみなされることとなった。1840年、ウィリアム・ニコルソンとライヒハルトは、数ヶ月間にわたって、フランス、イタリア、スイスを旅行した。 1841年10月1日、ライヒハルトはカーディフからホブネサー・エドワード・パジェットに乗船して未知の領域の探索を目指してオーストラリアへ向かった。この渡航やオーストラリアでの生活の基礎作りに要した資金はニコルソンが負担した。1842年2月、ライヒハルトはシドニーに到着した。レイクは植物の学名で命名者を示す場合に ルードビヒライヒハルトを示すのに使われる。ありがとうございます。